新庄監督2軍降格を明言。福島くんはもう1回ファームの方で今シーズン良い経験をしてきて、この悔しさを持ってファームでしっかり取り組んでもらいたい。失点は4回ですよね。最初はいつもいいんですけどね。二回り目になってくると打たれるケースが多いので。福島ファーム行きだって精神的ダメージもでかいやろから、投げ抹消ではなく降格させるのは良い判断。福島は今日のがお勉強なので。福島は変化球の球種増やすべき。ストレートとフォークだけじゃ見切られるよ。見切られるまでそれなりに試合消化してくれたし10分。福島を引っ張りすぎた。結果論的にな。まあよくやったよ。おつ福島は反省してこれからも頑張ってくれ。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。